男子 1500m 第3組がスタートしました。挑戦者ロッドスクリーンに乗れるように今年の新曲をやる気を得た石川さんの藤井亮平クロスオーブの田中健太さん、浜田中学川口山本関大学の渋谷月琵琶湖国民大学の宮崎優也石井大学の小中美一郎田島 AC 平田健二関大学の1億2500万人の、トラックレースファンの皆様、こんにちは。ザワチャンネルです。大好評いただいております。ザワチャンネルトラックレース実況動画、今日ですね、皆様にお届けするトラックレースは、10月9日土曜日、香川県は屋島エクサムフィールドで行われましたライタートライアル in 屋島男子 1500m 最終組、こちらの模様ですね、楽しくそしてアグレッシブにお届けしたいなと思っております。早速注目選手をですね、ご紹介したいんですけれども、一般選手、こちらに混じりまして、3名の中学生選手が、混じっていると、花浦中浜口選手、
紫雲中夏目選手、そして池田中八木沢選手と、中でもね、こちら花浦中浜口選手、なんと、先月徳島の記録会におきまして 3000m8 分24秒83と今季最高タイム、そして中学歴代9位の、ね、記録を叩き出しておりまして、そして8月に行われました全中大会 1500m では徳島県勢初の、ね、3分台に突入いたしまして、徳島県記録を打ち立てていると。そして香川紫雲中夏目選手、こちらも自己ベストは香川県勢初のね3分台となります。3分59秒96と素晴らしいねタイムを持っております。そしてもう一人徳島池田中八木沢選手、こちらの選手も自己ベストは4分2秒台と、先ほど紹介いたしました2選手とね負けず劣らずの記録を持っております。まあおそらくですねターゲットタイム今季のね最高タイムでもあります川口俊太郎選手3分52秒68このあたりをねターゲットに狙ってくると思いますので、さあ果たしてこのレースで今季最高タイムは生まれるのか、大注目でいきましょう。それでは早速アッターシャスタートいたしました。男子 1500m 最終組、毎度のごとくですねこちらタイムの方を掲載しておりますので、こちらを見ながらラップタイム、スプリットタイムをね皆さんと一緒に確認していきたいなと思います。まあ、大体ですね3分52秒というタイムとなると 400m が61秒前後でね回ってこないとこの52秒にたどり着けませんので、いや中学生にとってはねかなりのハイペースになるとは思いますけれども、しっかりとねこちら実業団勢にね食らいついていっていただきたいなと思います。さあ先頭現在走っておりますのはゼッケン12番楠本選手、そしてそのうちのにゼッケンこちらが1番山口選手、そして琵琶湖学院勢という感じでね 300m を通過いたしました。通過タイム45秒とほぼ想定通りの、ね、タイムで 300m を通過いたしまして、まもなく 400m の通過です。 400m 61秒、さあきっちりと楠本選手がペースを作っております。さあ中学生勢浜口選手は3番手、そしてこちら夏目選手は現在2、4、6番手、7番手あたり、八木沢選手は、ね6番手で、しっかりと頑張っております。さあ会長に飛ばします、楠本選手、そしてその後ろに山口選手、浜口選手は3番手、琵琶湖学院宮崎選手も上がってきた。さあホームストレート、もうかなりね気温30度近くあるね厳しい条件、そして若干の風もね、あるんですけれども、さあ楠本選手が引っ張って700m を通過いたします。1分48秒と、さあこの1周1分3秒63秒で回ってきた。若干ねペースをしてますけどね、しっかりここから上げていきたい。さあ 800m 通過タイム見てみましょう。2分4秒、さあきっちりこの1周63秒、さあ3分52にはちょっと届かなくなってくるタイムになってきた。後半のね追い上げに期待したいところです。さあ上がってきましたのはこちら、カラフルな、ね、ユニフォームではありますけれども、現在2番手日赤星藤選手、こちらの選手もね3分50秒台前半の、ね、タイムを持っていますので、しっかりと、ね、ペースを上げて中学生たちを、ね、引っ張ってもらいたいところです。さあ間もなく 1000m、 さあ 1000m をどのぐらいのタイムで通過するのか。さあ 1000m 出ました。2分37秒と、さあ想定タイムには若干ね遅れてますけどもね、さあラスト1周期待したいところです。さあ 1100m 通過いたしました。2分53秒、さあ鐘が鳴りました。浜口現在4番手、さあそして夏目選手も続く、八木沢ちょっと遅れたか。
さあ浜口、そして夏目、3分台ランナーの意地を見せたい。自己ベスト更新に向けて、さあ現在4番手上がってきたのはこちら、田島 AC 平田健二。7月の兵庫県選手権では準優勝、自己ベスト3分49秒台をマークしております。さあラスト200を通過して、さあ唯一中学生ついてるのは浜口、さあ藤井、そして平田がかわす、アウトから平田がかわす、さあ浜口ホームストレート、苦しいところだがついていきたい。さあ夏目はどうだ、かなりちょっとね風があるんですが、ラスト追い込んでいきたい。平田がまずゴール、そして4番手浜口がゴール、さあ最後まで最後まで集団で夏目がゴール、そしてこちら池田中八木沢と、さあトップタイム、ゴールタイムが平田選手ですね、3分52秒と、そして村上選手、そして藤選手と3分53秒が並びまして、そして4位に、浜口大和選手3分54秒56、石田、川口、佐々木、服部に次ぐ歴代5位の、好タイム。試運中ね、夏目選手惜しくもね3分台、なりませんでしたけれども、4分00秒13、そしてその後に入りました柳沢選手も4分2秒74と、ほぼね、自己ベスト並みのねタイムでねゴールしておりますので、こちらもね 1500m 文句なしの徳島県記録、まあ、浜口選手自身が持てたんですけどもね、それをさらに更新してきたと、いうことでね、まあ、欲を言えばですね、この 1500m レース、もう皆さんガチンコでいてたんで、若干、浜口選手がねアウトレーンをね走ってしまうという場面も、多々ありましたんで、もしもですよ、まあ、日体大とかでねしっかりと専用のペースメーカーがついて走った場合ですよ、まだまだね浜口選手もこの 1500m の記録っていうのはね伸びてくるんじゃないかなというふうに思いますし、そして夏目選手、八木沢選手もまだまだこれからね伸びしろ感じられる走りをねしていたと思いますので、いやーこのね中学生3名の選手大注目で行ってみたいなというふうに思います。ナイタートレイル in 八島男子 1500m 最終組、いや素晴らしい記録がね生まれた結果となりました。浜口選手中学歴代5位、おめでとうございます。ゾウチャンネルでした。